おいっす。こんにちは。えっ、ー、とね、今日はね、何の話かっていうと、あの、ちょっとね、あの、テスラを擁護する話をしようと思ってて、で、なんでこんな話をするのかっていうと、あの、またね、あの、テスラのアンチがね、息を吹き返してきたわけなんですよ。すっげー吹き返してきてる。うん。テスラもう終わりです。テスラ倒産します。イーロンマスクは詐欺師です。自動運転なんてできっこない。 え、EV はもう終わってます。こういう意見がね、あの、またちょっと盛り返してきたわけなんですよね。で、え、まあ、それについて、あの、まあ、俺っていうのはテスラを応援してるわけじゃないですか。まあ、テスラだけじゃなくて、まあ、イーロン・マスクを応援してるわけなんですよね。で、そういう、そういう意見があるっていうのは理解しつつ、あの、こう、やられっぱなしは良くないんですよね。だからそれに言い返してやろうっていう動画なんですけど、 じゃあ、の、そもそも、その、なんで、その、また、この、盛り返した、あの、テスラ、テスラも終わったっていう人が盛り返してきたのかっていうと、あの、株価が激下がりしたからですね。えっ、ー、と、今は、えっ、ー、と、218ドルか7ドルで、えっ、ー、と、前日比で多分8%以上下がってるんですよね。で、えっ、ー、とね、テスラの、このアンチっていうのかなテスラのアンチっていうのは、あの、最近完全に消えてたんですよね。なんでかっていうと、株価が上がってたからなんですよ。 あの、株価一番高いとこだと250ドルとか60ドルぐらいまで行ってて、あのー、もう株価上がってたらさ、終わったって言えないんですよね。やっぱ、そういう人だって。で、一番、で、えっ、ー、と、で、まあ、なりをしとめてたわけなんですよね。で、あ、一応前提として、えっ、ー、と、言っておくとな、その、テスラに対する、する批判が悪いとか、そういうわけじゃなくて、なんて言うんだろうな、その、 明らかにその間違った認識で、認識で、こう、叩いてくるっていう、なんていうのかな、あの、テスラ憎しみたいなさ、人らがいるわけなんですよ。あの、そういう人らにこう言い返してるだけで、あの、テスラはあんま良くないんじゃないかなって思ってる人もすごくいると思うんだけど、その人らを言ってくるわけじゃなくて、この、なんだろう、あの、めちゃくちゃな理論でこう、ぶったたいてる人らについてこう話してるっていうだけだからね。あの、批判が悪いとかそういうわけじゃないですからね。 で、えっと、じゃあなんでさ、その、今回テスラの株が下がったのかっていうと、まあそれは理由は一つで、あの、10月10日にテスラがイベントを開いたんですよね。あの、ウィーロボットっていう、まあイベント開いたんですよ。で、えっと、イベントの内容的には、俺はね、すごい良かったと思うんですよね。まあどういうイベントだったのかっていうと、えっと、結構ね、大きな発表はされたんですよ。これはちょっとね、今度別動画にしようと思うんだけど、まああの、もちろん俺の動画なんかよりもっと、 その、詳しく話してる人らっていうのがいるから、えー、まあ、そういう人の動画を見てもらえればいいと思うんだけどね。で、まあ、概要だけ話しちゃうと、えっ、ー、と、とりあえず、えっ、ー、と、来年、来年、フロリダとカリフォルニアで、えっ、ー、と、テスラの自動、完全自動運転が、えー、リリースされますと。完全自動運転って何かっていうと、その、今までは、その、もちろん、今まではその監視付きだったんだよね。 自動運転っていうシステムはあるんだけど、ちゃんと作動します。でも、毎日のことがあるので、何かあった時はハンドルを切れるようにしておいてくださいね、みたいな。一応、そう、監視付き、みたいな感じだったんだよね。ただ、えっと、来年、えっと、イーロンマスク役、来年にはフロリダとカリフォルニアで、えー、監視付きなし。もう、多分ハンズフリーになると思うんだけど、手を離して完全に進む。それがリリースされますっていうニュースが出たのと、 あとは、そのサイバーキャブっていう、まあ、新車が、あの、登場したわけなんですよね。まあ、二人乗りの、えっ、ー、と、テスラの、まあ、ちっちゃい車で、で、えっ、ー、と、まあ、これをロボタクシーっていう風に呼んで、えーまあ、とりあえずロボタクシーなんですよ。これが勝手に動いてタクシーの役割をするよと、この車を買ったら、えっ、ー、と、車としても使えるし、その、えっ、ー、と、まあ、とりあえずタクシーにするんですよ。完全自動、自動タクシー。 完全自動運転の無人タクシーよ。あのハンドルとかアクセルペダルとかないからね。もう本当に箱があるみたいな。車の箱があって、それに乗ると全部目的地まで連れてってくれる。これを、えっと、2026年かな。2年後まで、2年後頃にはやろうと思ってるっていう内容だったんだよね。あとは、まあ、オプティマスっていうロボットとかかな。そういうのが出たりで。まあ、すごくさ、その、未来に行く。 というか、今後のテスラの方向性がさ、すごいわかるイベントだなって思ったんだよね。で、えっと、まあ、ただ、えっと、株価はこう、下落しちゃったわけなんですよ。まあ、これなんでかっていうと、まあまあ、そりゃ下落する理由もわかって、その具体的な、具体的にどういうふうにその収益を上げていくかっていうのが出なかったり、あとは、あの、モデル2っていうその、 もっと安い価格の車をもう今すぐ販売するみたいなのが噂されてたんだけど、まあそれがなかったり、あとはその期日の関係ですよね。まあ2025年とか2026年とか期日はイーロマスク行ったけど、イーロンマスクってたいその期日を結構この楽観視するから、まあ伸びるんですよね。伸びるから、まあ具体的な話何一つないと。で、えっ、ー、と、まあない人、まあ具体的な話はあるんだけど、まあ収益に関するいくら儲かるとか、 どういうふうにその利益を上げていくんだっていう話がなかったから、まあそれで、えっ、ー、と、売られちゃったんだけれどもね。で、こういう理由で、まあガクッと下がったんですよね。で、えっ、ー、と、まあ下がったのはしょうがないと。やっぱ期待で上がってたのもあったからね。まあ、ただ、えっ、ー、と、やっぱこうね、下がると、えー、テスラに対するこの攻撃っていうのがまた始まってくるわけなんですよね。で、それに、それが悔しいんですよ。やっぱり、俺的には。うん。 で、やっぱりね、その、俺が一番言いたいのは、その、株価でしか、その、テスラを判断できないのかっていうことなんですよね。もちろん、テスラだけじゃないんですよ。テス,テスラだけじゃなくて、株全般に言えることなんですよね。エヌビディアでもいいし、トヨタでもいいし、あの、ま、日産だっていいですよ、ソニーでもいいですよ。なんでもいいんだけど、とにかく、あの、株価でしか、その、会社を見れないのかっていうことが、すごく言いたいんですよね。 だからもう会社を株価で見るなっていうことをすごく言いたい。で、あの、ただちょっと除外させてほしいのは、あの短期投資の人たちね。あの、例えば俺最近 FX やり始めたじゃないですか。FX だったり、あとはもう株のデイトレだったりさ、スイングだったり、そういう人だっていうのは、うんと、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないけど、もうその株っていうものを、その収益のこう機会っていうかさ、 なんか自動 ATM みたいなさ、感じで、もとにかく市場からお金を抜いていくっていうイメージが俺強いんですよね。で、えっと、そういう人らのことを言ってるわけじゃないんですよ。で、多分、その、企業を叩いたり、その、何かの、その会社のアンチになるというか、まあ、アンチは別にいいんだけど、うん、まあ、暴言に近いというかさ、そういうすごい批判だよね。 明らかに状況を一した批判とかをする人らっていうのは多分その短期投資派には絶対いないんですよ。なんでかっていうと短期投資派の人たちっていうのはえすごく頭がいい。もうどうやったら効率よく資金を回せるかっていうのを考えてる。だから批判、あの株をその会社として見てるんじゃなくてチャートだったりそういう諸々のことを見てあ、ここいけると思って入って利益を得るだったりでもし今回テスラを短期でやってる人が短期のトレーダーも入ってると思うんだよ。 そしたら、テスラの今回の発表を見て、あ、ダメだと思って、もう切ってると思うんですよね。切ったら、もう別のところに絶対行ってるわけだ、わけなんですよ。別のところに行くけど、テスラに対する批判とかっていうのは、まあないと思うよ。もちろん、あ、期待外れだったなとか、ちょっとテスラミスったなとかはあると思うんだけれども、まあそういうひどい悪口みたいなのっていうのはね、言わないと思うんですよね。なんでかっていうと、あの、そんな暇ないからなんですよね。あの、デイトレーダーとか、そういう人らっていうのは。 うん。テスラがダメだったら別の株に行くだけなんですよね。でも、だからそこはあの除外しとくんですけどね。だからあの株価だけしか見てないっていうのは、その、その FX とかデイトレーダーとかっていうのは除くっていうことですからね。まあちょっとごめん、話がごちゃごちゃしちゃったんだけれども。でね、その、おそらくその、テスラなり、あの、NVIDIA なり、ARM なり、まあいろんなそういう会社、三菱商事とかいろんな会社の を批判するというかさ、そういう、すごいアンチの人らっていうのは、おそらく多分ね、その会社の株を俺はね、持ってないんだと思うんだよね。うん、持ってないと思う。だって、持つとしたらさ、理由は二つなんですよね。あの、長期で持つ。まあ、俺みたいに、その、長期でも何年も売らないっていう持ち方をしてる人。もうとにかくだから応援の人やね。応援してる人か、もしくは、 デイトレとかスイングでやってる人のどっちかなんだよね。そしたら結局、でっかいアンチって生まれないんですよね。だって長期でやってる人っていうのはその会社のファンだから持ってるんですよ。落ち目になったからって言って、えっと、こう、突き放したりはしないんですよね。なんでかっていうともう信者だから。信者だしファンだから。うん。で、さっき言ったようにこのデイトレの、デイトレとかスイングの人たちっていうのは、もうとにかく収益の機会を狙ってるわけだから、 ダメだったら次に行くっていうことをしてるから、結局大きなアンチっていうのは生まれないんですよね。じゃあなんで大きなアンチが生まれるのかっていうと、おそらく多分ね、株を持ってないからだと思うんですよね。その株を持ってないから。あとはやっぱりそのニュースが大きいと思うんですよね。あの、批判の記事っていうのかな。やっぱりテスラだとそれがすごい大きいんだけど、まあ、EV はもう原則、原則気味だとか、イーロンマスクは独裁者でうんぬんだとかね。 まあやっぱりそういう記事を見て、あ、もうこの会社ダメだって言って、こう、ぶっ叩いていく。っていうのが多いんじゃないのかな、とは思うんですよね。で、ごめんごめん。ちょっとあの、話が逸れちゃったんだけど、その、じゃああの、その、テス、テスラ大アンチの人らに、ちょっと、俺が、いやいや、こうですよっていうのを言いたいのが、まあ何かっていうと、まあ、ここまで来るのに、これが本題なんだけど、相当長くなっちゃいましたね。えっ、ー、と、まあ、今回の批判だと、例えば、 そうだね。サイバーキャブって二人乗りなんですよね。二人乗りのタクシーなんですけど、二人乗りのタクシーとまあ車なんですけど、いやいや、なんで四人乗りにしないのみたいな。四人乗せた方が効率いいじゃんみたいな。うん。二人のタクシーなんて誰も乗らないよ。みたいなのが結構多かったんですよね。まあ、あの、うん、っていうのが結構多くて、いや、これね、あの、結構よく、ちょっと考えればわかること、これね、あの、まあ、よくよく考えれば、あの、結構解決することで、 その、ふ、二人いる、じゃあ二台の車じゃん。じゃあそれに二人乗ればいいじゃん。じゃあ、三人とか四人とかの場合どうすりゃいいのか。荷物が多い場合どうすりゃいいのかっていうことなんだけど、じゃあ二代目三代目呼べばいいっていう話ですよね。これってさ、普通の日本のタクシーでも同じでさ、団体とか来たらさ、まあ団体だったらマイクロバス使うかもしんないけど、乗り切れない場合ってさ、タクシー二台使ったりしないですか そうだよね。だってさ、普通のタクシーって、まあ、4台、4人乗りじゃないですか。うん。4人乗りっていうか、前後ろで、こう、分かれてるじゃないですか。助手席と後ろみたいな。それ以上の場合ってさ、2台で行ったりするじゃん。それと同じなんですよ。乗り切れないんだったら2台目を呼ぶから別に大丈夫っていう話と、あとは、あの、その、テスラの、テスラのこのサイバーキャブを作った人らだ、人らって、もう信じられないぐらい頭がいい人らなんですよね。 市場調査ももちろんしてますと。その人らが、こう、2 <laughs> 台乗りがいいんだって言ったら、もうその通りなんですよ。2台乗りが一番だと思ったから作ったんですよ。うん。そんな、だってさ、あの、いや、4、4人の方がいいでしょってさ、多分、一番最初に出るさ、疑問だと思うんだけどさ、そういうのを、えっ、ー、と、解決して2台にしたっていうことは、それなりの理由があるってことなんですよね。だから、理由がある、2台にしたっていうのは理由があるし、 2台で乗れないんだったら2代目呼べよっていうことなんですよ。そういうことなんですよね。で、あとは、えっ、ー、と、これもよく言われてた、言われてたっていうか、あの、テスラ関係のこのニュースとか、ね、いろんなので言われてたことなんだけど、いや、どうせで出ないよっていう。2025年とか2026年とかどうせ出ないよと。2027年、2028年とか、下手すりゃ2030年だよと。どうせ延期するから、こんな期待しても無駄だよっていう意見もあったんですよね。 あのね、これはね、結構その通りだと思う、俺も。<laughs> これも結構その通りだとは思うんだけど、あのー、ただ一つ言いたいのはですね、あの、もう、テスラに長期で、テスラに投資してる人っていうのは、もうそれ十分わかってるんですよ。イーロン・マスクが結構、その、期日を甘く見てるっていうのは知ってるんですよね。知った上で投資してるんですよ。だから、2025年って言っても2026年になって2027年になるんですよ。 それっていうのはもう折り込んで僕らは株を買ってるんですよ。そんなことは知ってるんですよね。うん。期日がずれるっていうのは分かってますと。<laughs> だから、あの、なんだろう。もう知ってますよっていうことなんですよね。うん。あとね、これもあったのが、その、いや、どうせ自動運転なんてできないよってやつね。うん。どうせ自動運転なんてできないし、あのーあ、もうできない系だよね、基本。うん。 テスラなんて流行らないですよとかさ、EV 終わってますよとか、特に自動運転なんて事故ばっかでどうせ無理ですよとか。うん。まあ、そもそも事故ばっかじゃないんだけどね。あのー、普通に、あの、アメリカのちゃんとした公的機関が自動運転の場合と、あと人が運転した場合、どっちが安全かってなったら、あのー、自動運転の方が安全ですからね。これね、た、これも多分感覚で言ってると思うんだよな。うん。 まあいいや。で、えっと,とえ、まあできない系ですよ。どうせ自動運転なんてできっこありません。完成しませんっていう人らの意見ね。うん。これはね、もうね、あの、自分のね、想像を絶するほどのハイパー頭いい人たち、ハイパー有能たちが、めちゃくちゃな資金を投じて研究をして、で、えー、ものすごい、その人らがこの協力してやってるんですよ。 そしたらできるでしょう。あの、飛行機って空飛び飛んだじゃないですか。スマホもこんだけ普及したじゃないですか。ねえ、テレビだって見れるじゃないですか。インターネットだってできてるじゃないですか。多分30年前とかさ、4 50年前、まあ飛行機はもっと前からあったけど、スマホが普及するとかさ、 で、多分、20年前とか30年ぐらい前の人ってさ、多分頭に入ってないし、そんなんできるって思ってないじゃないですか。でも実際できてるじゃないですか。っていうことはですよ。テスラ自動運転ができるわけないって思ってる方、イーロンマスクが成し遂げるわけないって思ってる方、ちょっとそれは甘いんじゃないですか世界最高の頭脳を持った人たちが、世界最高の経営者のもとで、 えー、め、あ、ご飯できた。ご飯できた。今日はジンギスカンにします。えっ、ー、と、めちゃめちゃなお金を、投資資金を入れてやってる会社ですよ。そりゃできるでしょう。<laughs> うん、多分、あの、僕ら個人が考える分には絶対無理なんですよね。個人が、個人がやろうとしたら無理なんですよ。でも、いろんな人たちが協力してやるとできるっていう話なんですよね。 まあ、あの、身の回りにある、こう、家電製品とか見てくださいよ。ねえ、できるわけないってさ、思うもあるじゃないですか。電球とかどうやって光らせるのかわかんないじゃん。ねえ、素人が見たってこんな光らせられるわけないって思うけど、でも、現実にできてるんですよね。っていうことは、できるっていうことなんですよね。うん。あと、え、じゃあ最後になんですけど、えっ、ー、とー、これもね、よく言われるんですけど、だけど、あの、テスラの株下落するから、 あの、持たない方がいいよっていう人らね。あのー、まあ、その通りだと思いますね。その通りだと思います。多分ね、しばらく下落はしそうな雰囲気ですよね。ただ、その、下落が我慢できない人っていうのは、あのー、個別株をね、持つべきじゃないと思うんですよね。テスラだけじゃなくて、NVIDIA にしても、アームにしても、いろんな株を持つべきじゃないんですよ。あのー、下落って絶対するんですよね。 どんな株でも下落するんですよ。特にテスラっていうのは、まあ本当にさ、超ハイテク企業ですよ。こんなん乱高下激しいに決まってますよ。それは落ちると思いますよ。でも、あの、そんなん100も承知なんですよ。100も承知で、テスラに投資してるんですよね。テスラの株持ってる人だっていうのは。うん。まあだからあれですよ。あの、なんて言うんだろうな。この例えが合ってるか分かんないけど、あじゃあスポーツやってる人だ。 スポーツやってる人に対して、あの、なプロにならないのになんでやってるんですかみたいなさ。うん。<laughs> ちょっと極端すぎるけどさ、例えばさ、サッカーを趣味でやってる人に対してさ、あの、サッカープロの,プロの選手にもならないのになんでやってんのってさ、言うのってちょっとおかしいじゃないですか。おかしいっていうか、まあ変わってるじゃないですか。その人は趣味でやってるわけで、別にプロになろうとはしてる、してるわけじゃないんですよね。だからそれ、いや、今の例えめちゃめちゃ変だったわ。 いや、とりあえず、あの、落ちるっていうのを分かってて、僕ら買ってて、多分10年後には上がると思ってるから買ってるっていう話なんですよね。だから、あのー、多分ね、三、半年一年ぐらいは多分下落が結構続くのかなとは思うんで、あの、今のうちにどんどんテスラに対するこう、批判をね、をバンバンし,してください。じゃあ1年後、2年後、3年後、どうなるのかっていうと、 お楽しみにしておいてください。うん。これがね、楽しいんですよ。テスラの株が終わったって思ってるところから、とね、めちゃくちゃ上がって、で、批判する人たちのは消えるっていうね。うん。僕で、僕の動画にも結構あったんですよね。僕が動画出した時、一番伸びた動画の時だと、テスラが140ドルとか、そのぐらいでまあ破産するかもみたいな動画を出した時があったんですけど、 そのテスラ破産するかもっていう動、テスラが140ドルで破産するかもっていう動画を出したときに、いや、テスラなんてもう終わったくもな株なんで、えー、さっさと損切りしましょうとかね。上がる余地がないんで、もう諦めた方がいいですよ。うん。もう、もう、あの、上値通らないんで終わりですよっていう意見が。まあ、100は来たね。本当に100は来たよ。うん。100は来た。でも、今、どうですか うん。下がったって言っても220ドルだよ。上がった時は260ドルありましたよ。うん。その時にコメントしてる人たちで全員消えたんですよね。うん。また同じことが起きるかもしれないですね。うん。結局、まとめると、信念を持った、信念を持って投資をしてる人が最後に笑顔になるということでございました。 で、えっと、テスラだけじゃなくて、あの、多分みんな持ってる株あると思うんですよ。で、もしその株を、あの、今下落して辛い人っていると思うんですよね。で、その株を、えっと、もし信念があるんだったら僕は持った方がいいと思いますよ。誰が、誰になんと言われようと。だからもちろんリスク管理はしないといけないと思うんで、あの、もうは、なんだろうな。俺も良くない投資の仕方してるんだけど、まあお金を借りてね、 あの、自分の出せる限界を超えてさ、借金をして投資するとか、破産するまでね、あの、持つとか、そういったのはちょっとおすすめはできないんだけど、でも気持ち的にはそのぐらい腰据えて投資した方が身になるのかなとは思いますんでね。なんかわけわかんないまとめになっちゃったんですけれども、あの、ちょっとね、テスラのね、アンチがまた活発になってきたんでね、 とここいらでね、言い返してやろうっていう感じでございました。<laughs> でね、あの、一言、また最後に一言言わせてください。もうずっと一言一言言ってんだけど。あの、会社は株価でね、見ない方がいいっすよ。その会社が何をやってるかっていうので、見てください。うん。ただし、えー、FX とかデイトレーダーは除く。うん。長期でやってる人っていうのは、会社を株価で見ちゃ絶対ダメ。うん。ということでございました。えっ、ー、と、ここまでね、見てくれた方、ぜひ、 チャンネル登録お願いできればと思います。ということで、今日もありがとうございました。バイバイ。